アッティラ。アッティラ、406年 ?453 年は、粉俗とその諸侯の王。中世ドイツのニーベルンゲンの歌などの叙子詩には、エゼルの名で登場する。現在のロシア、東欧、ドイツを結ぶ大帝国を築き上げ、西方世界の大王を自称した。ローマ帝政末期に広がっていたキリスト教の信者からは、神の災いや、 神の無知と恐れられた。羊については、奮族自体と同様、詳しくは分かっていないが、名前や風貌の伝承などから、チュルクモンゴル系民族に属すると思われる。四百三十四年におじであるオールーアの死後、兄ブレダと共に、奮族の王となる。四百四十五年頃に共同統治者のブレダが死ぬと、単独の王となった。アッティラは、 ブルグンド族などのゲルマン系諸族を征服し、パンノニアに本拠を置いて、東ローマ帝国への侵入を繰り返して、短期間でライン川、ドナウ川、カスピ海に渡る大帝国を築き上げた。451年、西ローマ皇帝ウアレンティニアヌス三世の姉、ホノリアからの求婚を口実に、ガリアへ侵入したが、ローマの将軍アエティウス指揮下の西ローマ、 イコールに仕事連合軍とカタラウヌムで戦い、敗退した。翌452年に、イタリア半島へ侵攻して、ミラノ、アクイレイアなどの諸都市を陥れたが、教皇レオ一世への説得によって撤退した。アッティラの治世下で、帝国は最盛期を迎えるが、453年、自らの婚礼を祝う主演の席で急死した。アッティラの死後、息子たちの間で内紛が起き、 フン帝国は加害した。フン族はボルガガワイ島から現れ三百七十年にヨーロッパへ移住して強大な帝国を建設したユーラシア遊牧民の集団である。彼らの主な軍事技術は騎馬級者であった。その出自とフン語については数世紀にわたり論争になっている。フン族は強力な騎馬部隊を率いる蛮族としてその名を轟かせており、 当身の過程で、アラン族やゴート族の王国を滅ぼして、住民を虐殺し、生き残った者たちも、配下の兵士とするなど、多くの部族を従える立場にあった。四世紀末から、たびたび東西ローマの領内に入り込んでは、撤退する代償として莫大な賠償金を獲得していた。四百十年頃に、紛族は、ドナウ川の下流域を制圧し、 433年には、西ローマ帝国の将軍、アエティウスと取引して、兵力提供の見返りとして、パンノニアとイリリクムの一部の支配権を認められた。アッティラは406年頃、フン族の王、ルーアの弟、ムン族の息子として生まれた。434年、ルーア王が死去し、フン族全体を滑る者として、老いのブレだとアッティラが残された。 兄弟は即位すると、逃亡者、主に、ローマ側に雇われていた、噴属兵士の送還について、東ローマ帝国皇帝テオドシウス二世への施設と取引を行っている。翌年、アッティラとブレダ兄弟は、マルモス、ゲン、ポジャレバツで、噴属の監修に従って、機上にて、帝国施設団と会見し、ローマ側は逃亡者たちを送還するだけでなく、ルーア王に収めていたグゼを、 売学の金700ローマポンド、250キログラムとし、市場の粉俗商人への解放及び、ローマ人、捕虜一人当たり8ソリルス金の身の白金の支払いに、同意する、粉俗に有利な条約を結んだ。送還された逃亡者の中にいた二人の王族の少年は、十字架にかけられて処刑された。粉俗は条約に満足して、東、ローマ領から立ち去り、 おそらく自らの帝国を固め強化するために、ハンガリー平原へ戻った。テオドシウス帝はこの機会を利用して、コンスタンティノープルの城壁の橋、最初の海上城壁の建設、そしてドナウ川沿いの国境陣地を構築した。フン族は436年には、ブルグント王国に侵攻し、グンダハール率いるブルグント軍を壊滅に追い込んでいる。その後数年間、族は、 サーサーアン・アサを侵略したため、ローマは彼らの視野の外にあったが、アルメニアでサーサーアン・アサに敗退したため、東への侵略を放棄して、再び関心を西のヨーロッパへ戻した。四百四十年、マルゴスの司教が噴族の王族の墓を暴いて、財宝を奪ったとして、ブレダとアッティラは、罪人の引き渡しを求め、これを口実に、噴族は再び、ローマ国境に現れ、 条約によって作られたドナウ川北岸の市場の商人たちを攻撃した。彼らはドナウ川を渡って川沿いのイリュリア諸都市や砦を略奪し、も、エシア、ゲンセルビアブルガリアのウィミナキウム、ゲン、シュトラッツは完全に破壊された。フン族がマルゴスを攻めた時、引き渡しを求められていた主教が、密かにフン族から除名の約束を得て、城門を開き、町は陥落した。 フン族がドナウ川の防衛線を制圧した440年頃、ガイセリックに率いられたバンダル族が西ローマ帝国アフリカ族州の首都カルタゴを占領しており、441年にはサーサーアン・アサノ・シャー・ヤズデギルド二世がアルメニアを侵略していた。ローマ帝国の最も豊かな州かつ主要な食料供給地であったアフリカ族州をバンダル族から奪い返すために、 バルカン半島の軍隊は借り出されており、アッティラとブレバがイリュリアを経て、バルカンへ侵攻する道は開かれていた。マルゴスとィミナキウムを略奪した、フン族は、シンギドゥヌム、ゲンビオグラードとシルミウムを奪取した。騒乱は442年にも続いたため、テオドシュース帝は、シチリアから軍隊を呼び寄せ、また戦争の財源として、進化兵を大規模に発行した。 これにより彼は、紛族の要求を拒否しても安全だと考えた。ブレラとアッティラは443年の戦役で、これに応えた。紛族は、ドナウ川沿いを攻撃して、ラチアリア、ゲン、アルカールの軍事拠点を蹂躙し、波状土地と工場等を用いて、紛族にとっては、最新の軍事技術だったナイスス、ゲン二種の包囲を成功させた。ついでシャバ川沿いを進軍して、 セルディカ、ゲンソフィア、フィリッポポリス、ゲンプロブディフそしてアルカディオ、ポリスを占領した。噴族はコンスタンティノープル城外で東ローマ軍と遭遇して、これを撃破し、コンスタンティノープルの城壁の前でようやく止まった。別の東ローマ軍もカリポリス、ゲン、ゲリボルで敗北し、もはや対処すべき軍隊を持たない、テオドシュース帝は敗北を認め、停戦。 アナトリウスを送り講和交渉をした。講和条件は以前の条約よりも厳しいものになり、皇帝は侵略時の条約不遵守の賠償として、金6000ローマポンドの支払いを認めた。具税の年額は3倍にされ、金2100ローマポンドとなった。さらに、ローマ人捕虜の身の白金は1人12ソリドス金貨に引き上げられた。要求は当分の間満たされ、 二人の奮王は彼らの帝国内へ引き上げた。歴史家によると、紛族が東ローマ帝国から引き上げた和平期間445年頃中にブレガが死に、ローマ側の資料では弟が仕掛けた狩猟中の事故で殺されたとあるアッティラが紛族の単独統治者となった。歴史家プリスクスによると、ある羊飼いが途中から剣を掘り出し、 アッティラへ献上した。アッティラはこれを喜び、これを軍神マルスの剣であると信じ、自分は全世界の支配者になる運命であると自信を持ったという。四百四十七年、アッティラは南下し、モエシアを通って東ローマ帝国領へ再び侵攻した。ゴート族の軍司令官、マギステルミリトム・アレネギスクロスに率いられたローマ軍は、 ウッドスでアッティラと戦うが敗北。フ族は抵抗を受けずにトラキアまでのバルカン半島を略奪した。コンスタンティノープルは総督フラウェオス・コンスタンティヌスによって城壁が再検査、地震により損傷していた、またいくつかの箇所で新たな防御線が築かれており、助かった。この侵略の生き残りの記録は以下のように述べている。トラキアにいる野蛮なフ族はとても強大になり、 数百の都市が奪われ、コンスタンティノープルも危険になり、多くの人々が逃げ出した。そしてたくさんの人々が殺され、血が流されて、死者の数を数えることもできない。ああ、彼らは、教会と修道院を奪い、大勢の修道士や修道女たちが虐殺された。カリニコスチ聖ヒュパティオスの生涯。449年、東ローマ皇帝テオドシウス2世は、 アッティラのもとへ施設を送ったが、その中に、歴史家プリスクスがいた。プリスクスは施設をもてなす豪華な共演の中で、アッティラの食器だけが非常に質素で、彼の振る舞いが精錬だったことを記録している。ペオドシュース帝は、施設の中に資格を潜ませていたが、暗殺は、失敗に終わった。アッティラは、東ローマの施設を罰することなく、丁重に送り返した。 四百五十年七月、東ローマ皇帝テオドシウス二世が崩御し、マルキアヌスが後を継いだ。軍人出身の新帝は、強行策に出て、具税の支払いを停止した。四百五十年、アッティラは、トゥールーズの西ゴート王国を攻撃する意図を宣言し、西ローマ帝国皇帝ウアレンティニアヌス三世と同盟を結んだ。西ローマ帝国及びその実質的支配者のフラウィウス。 アエティウス将軍は少年時代に人質として噴族へ送られて彼らの中で生活を送っており少年時代のアッティラと親交があったとも親しい人物は戦後のルーアまたは別人でアッティラとは個人的な信仰はなかったともされる以後もアッティラと良好な関係を持っていた噴族騎兵は西ローマ軍とゴート族やバガウダへ ガリアの農民反乱軍などとの戦いに参加して、アエティウスを助けている。さらに西ゴートと敵対し脅威を感じていた、バンダル王、ガイセリック贈り物と、外交努力もおそらく、アッティラの計画に影響を与えた。だが、アッティラに、西ローマ帝国侵略の絶好の口実ができた。愛人のカレーを殺され、愛人と共に無本を企立てていたとされる。 ローマ元老院議員との強制的な婚約をさせられたウアレンティニアスミカドの姉、ホノリアがアッティラへ助けを求める書状に指輪を添えて送って来たのである。これが交換言われるように求婚を意図していたか否かは諸説あるが、アッティラはこれを求婚と解釈することを選んだ。彼はこれを受け入れ、西ローマ帝国の半分を持参金として要求した。 ウアレンティニアの住カドはこの桑ワを知ると、母のがアンラプラキディアの説得でホノリアを殺さず、幽閉させた。彼はまたこの求婚の合法性を頑強に否定する書状をアッティラへ書き送った。アッティラは、ホノリアは無実であり、求婚は合法で自らのものを手にするために赴くで、あろうと宣言する死者をラベンガへ送った。またアッティラは、フランク族長死後の後継者争いにも介入した。 アッティラは長男を支援し、アエティウスは次男を支援していた。451年、アッティラは従属所属であるゲピード族、東ゴート族、スキール族、ヘルール族、アラン族、ウルグント族その他を集めて、新軍を開始、歴史家ヨレダネスによる大げさな数字によれ50万人を率いて、ガリア・ベルギカに侵入した。歴史家 J.B. ベリーは、 アッティラが西方へ進軍した時、すでに大陸で最も強力な勢力であった彼の王国はガリアから大西洋にまで及んだと述べいる。4月7日、アッティラはメスを占領した。その他の町の状況は司教を称えた、聖人伝によって知ることができる。ランス司教にカシウスは教会の祭壇で虐殺された。セレバティウスはトンヘレンで信者と共に助かったと推測され、 同様に、聖女ジュヌビエーブもパリで助かっている。トロワシキョウループスはアッティラと会見をして街を救ったと称賛されていい。6月前半にアッティラはオルレアンを包囲した。アエティウスはフランク族、ブルグント族そしてケルト人からなる軍勢を集めてアッティラに対抗すべく動いた。 元老院議員アウィットスからの使者が西トをテオドリックス一世にローマとの同盟を説得した。6月14日、アッティラはオルレアンの包囲を解いて交代を開始した。アイティウスのローマイコール西号ト連合軍が噴属を補足した場所は一般にカタラウヌム、シャーロンイコールアンイコール、シャンパーニュと推定される。6月20日のカタラウヌムの戦いの結果は ローマイコール西ゴート連合のピューロスの勝利、損害の多い勝利であった。アッティラは自殺を覚悟するほどの敗北を喫して撤退したが、ローマイコール西ゴート連合もテオドリクスが戦死し、アエティウスには追撃する余力がなかった。歴史家、エドワード・ギボンとエドワード・クリーシーによれば、アエティウスは西ゴートの大勝利となることを敗北するのと同じくらい恐れており、彼の立場からは、 テオドリクスが戦死し、アッティラが改装して撤退、ローマが勝利の利益を得ることが最良の結果だった。四百五十二年、体制を立て直し、王女、ホノリアとの結婚を改めて主張したアッティラは、北、イタリアに侵攻して、道々で略奪を行った。ベネツィア市は、人々がこれらの攻撃からベネタ方の小さな島へ、難したことによって作られた。アクイレイアは、 後形もなく完全に破壊されてしまった。アッティラは、アクイレイヤの死骸が燃える様を見るために丘の上に、城を築き、これがウーディネの町の元になったという伝説があり、今なお城跡を見出すことができる。ミラノには、町を占領したアッティラが、宮殿にあった皇帝が蛮族を踏みつける壁画を、東西の皇帝がアッティラに、黄金の袋を振りまく絵に描き返えさせたという、伝説がある。 ガリアのアイティウスは来園せず、この絵司令官、アイティウス、フラビウス・アイティウスとは、同盟維人が少ない兵力で繰り返し吸収をかけて、なんとかアッティラの進軍を遅らせていた。アッティラは、最終的に、ポー側で停止した。おそらく、この地点で薬病と飢餓が、アッティラの陣営で発生しており、これが進行を止めさせた。ウアレンティニアの住み角の望みにより、 ローマ教皇レオ一世が、元子政官、アビエヌス、地方総督、トリネティウスと共に、マントバ近郊の民著川沿いの陣営で、アッティラと会見し、イタリアから退去して皇帝と和平を結ぶ約束を取り付けた。アキテーヌのプロスペルがこの歴史的会見についての、短く信頼できる描写を残している。後年の作者不明の記録、経験な、 ラファエロの筆やアルガルディの彫刻で表されたグーは、と希望は述べるは、聖ペトロと聖パウロの助けを受けた教皇が、町から彼を引き返させたと述べている。中世ハンガリーの年代記によると、教皇はアッティラへ、もしも平和裏にローマから去るならば、彼の後継者の一人が聖なる王冠を受け取るで、あろうと約束している。410年にローマを略奪してほどなく、死んだ。 アラリック一世の運命への迷信的な恐怖が彼を躊躇させたと歴史カプリスクスは述べている。イタリアを去った後、アッティラはドナウ川を越えて彼の宮殿へ帰り、再度のコンスタンティノープル攻撃を計画し、東ローマ皇帝マルキアノスが止めたグゼを再び要求した。だがアッティラは453年前半に死去してしまった。歴史カプリスクスによる、 同時代の記録によると、美しく若いイルリコ、もしも発音が濁っていなければ、ゴート族出身を思わせるとの結婚式の宴会の最中にアッキラは大量の鼻血を出し、意識を失って窒息死したとある。他の見方として、彼は大量の飲酒か食道静脈瘤によって、内出血を起こして、通ったと考えられる。年代寄編者マルケリヌスコムスの80年後の記録によれば、 フン族王であり、ヨーロッパ各地の破壊者であるアッティラは、彼の妻によって死殺されたとある。ボルスンがサガとフる、エッダも、また、彼の妻グズルーンの手によって死んだと述べている。多くの学者はこれらの記録を風評に過ぎないと否定し、アッティラと同時代の歴史家プリスクスの記録取る。だが、プリスクスの記録は、近年マイケル・エーバブ・コックによる新たな検証を受けており、 詳細な文献学的検証によって、自然史という記録は教会による、でっち上げであって、東ローマ皇帝マルキアノスが彼の死の背後にあると結論づけている。歴史家ヨルダネスは、最も偉大な戦士は、めめしい愛かや涙ではなく、男たちの血によって痛まれるべきであると語る。ヨルダネスやカシオドルスによれば、騎士たちがアッティラの眠るテントの周りを駆け回り、 誰が一人も復讐を要求すると信じないとき、これを死とみなせようか。と想像歌を歌ったという。それから彼らは盛大な宴会と共に、彼の埋葬地で、愛が、ストラビを歌った。伝説によれば、アッティラの遺体は制服で得た、戦利品と共に、金、銀、鉄の三重の棺に安置された。男たちが川の一部の流れを変えて、棺を川底へ埋めて、 流れを元に戻し、彼らは、埋葬地の正確な場所の秘密を守るために殺されたという。アッティラの息子たちエラク、電気ジックそして、イルナックは遺産をめぐって争った。その結果彼らは分裂し、翌454年、生前アッティラが最も重んじた族長をアルダリック、率いる、東モート族とゲピト族に値段を側の戦いで敗れて、改装した。 同じく454年に西ローマ帝国のアイティウスは皇帝ウアレンティニアヌス三世に殺され、自ら帝国の支柱となる将軍を殺したウアレンティニアヌス三世未も、その翌年の455年にアイティウスの元部下によって暗殺されている。アッティラの子や親族の名と同行は何人かは分かっているが、確かな系譜は消えうせ、アッティラの子孫を確証しうる手立てはない。 しかしこのことは多くの系図学者たちが中世の統治者たちのために正当な系図を再現しようとする試みを止めることにはならなかった。最も有望な主張はブルガリアアセによるものである。最も有名な、だが最終的には確認されていない試みはアッティラとカール大帝とを結びつけるものである。古代から中世の移り変わりの時期に猛威を振るったこと。 ゲルマンやスラブの所属を従えたこと、そして何より東欧に一大帝国を形成した経緯などから、その出身民族や人種がしばしば激しく論じられいる。これは後世に描かれたアッティラの創造図を見ても明らかで、金髪の北方人史風に描かれることもあれば、豊かな黒髪、茶髪をなびかせる東欧や南欧の人物のように、描かれもすれば、明らさまに東洋人、 モンゴロイドとして描かれるケースもあるなど、全く一定していない。アッティラの外見について、直接的な資料は残っていない。しかしながら、歴史家ヨルダネスによる、間接的な資料によると、東ローマ帝国の施設の一員だったプリスクスは、アッティラについて、以下ように述べていたという。アッティラは、時に高貴な統治者、時に残忍な野蛮人として様々に描かれてきた。 スラブ系、ゲルマン系の諸民族を征服した、際の容赦のない略奪と殺戮、一勢力が跡方もなく根絶されることすらあり、紛俗を恐れる諸民族の動きが民族大移動を引き起こしたとする説まであるか、西欧や東欧では、バンダル族のガイセリックと並んで破壊者の象徴として語られることも多い。しかし奇妙なことに、 北欧ではむしろ英雄視される傾向にあり、佐賀やゲルマンのワルタリウスやディートリヒ伝説などの複数の民間伝承、及びそれらから派生したニーベルンゲンの歌などでは、アッティラが偉大かつ聡明で寛容な王として登場する。これに、バイキングの東方起元説や東ヨーロッパ人種に東洋的な特徴が見られることと結びつける意見も参見されるが、学術的には、 噴族自体に不明瞭な部分が多く、定かではない。また、文明の破壊者と批判されがちなアッティラではあるが、支配民族の在来文化や東西ローマのラテン文化、ギリシャ文化に対しては理解があり、ローマの外交官プリクスは、噴族が自分たちの言語以外にもラテン語やギリシャ語、ゴート語などを用いていたと述べている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。